い、全国の皆さんこんばんが、サニワの皆さんもこんばんが。はい、というわけでアニメ生放送からの人もこんばんがということでよろしくお願いします。バンガ情報からの人もねこんばんが。はい、というわけでですね、バンガードのことは私にお任せ、バンガードの伝道師ドクター青です、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、というわけで、本日はですね、なんとタイトルブースター刀剣乱舞オンラインいざ出陣スペシャルということで、皆さんとね楽しく、お送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、こちらの方に今回来ていただきました。拍手、じゃーん、どうぞ。悪い、僕も結構邪道でね。皆さん、はじめまして。ヴァンガード G ではキバシオン、刀剣乱舞オンラインでは、堀川邦弘を演じております榎木純也です。よろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、堀川君ですね。そしてさあ、世界をつかむぜよ。皆さん、はじめまして。ヴァンガードでオリジンガイアー台本ガンビアねえか。刀剣乱舞オンラインでは娘の神義行を演じさせていただいております浜健人です。よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。どうもお久しぶりです。どうもよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日はいよいよですね、今週末、7月の17日に、発売が迫りましたタイトルブースター刀剣乱舞オンラインのですね、発売を懸念いたしまして、ヴァンガードそしてですね刀剣乱舞オンラインのキャラクターボイスを務める榎木純也さんとそして浜健人さんにお越しいただきました。改めてよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで本日はね、実際にお二人にこちらの刀剣乱舞のですね、カードを使って実際にファイトしていただきます。というわけでヴァンガードファイターはもちろんですね、サニワの皆さん、今回からサニワファイターになる皆さん、サニワファイターね、本当にないこと間違いなしでございますので、ぜひぜひね、よろしくお願いします。そしてね、本日は放送の最後にですね、アンケートがありまして、そちらの中からですねちょっとね素敵なプレゼントが、あるとのことでいただいておりますので、最後までねご視聴いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いします。それでは最初はね、あ、ちなみに今日初めてだよっていう人どれくらいかな、どうかな、今日初めてだよっていう人カタカナでのって書いて、ののの、そっか、カタカナでのって書いて、ね、あ、ありがとうございます。へって何、へって、へって絵はね、いつも見てる。あ、見てんのね。今ね、皆さんの、ね、画面の前でね、皆さんのコメントね、私たち見れる状態になっておりますので、それで、ね、反応してますっていうところですね。はい、はい、結構いますね。はい、ありがとうございます。あ、今日ファイトありますよ。はい、よろしくお願いいたします。それでは、こちらの番組です、ね、いつもの挨拶がございまして、こちらじゃあハムさんからご説明いただいてもよろしいですか。はい、というわけでですね、僕が週刊漫画情報局スタート、せーのって言ったらですね、スタンドアップヴァンガードと打ち込んでくださいね。はい、僕はやはりですね、オープニングの挨拶にはこれを入れようと思います。さでもまいでもなく。ちっちゃ、拾った、今マイク拾った、大丈夫、拾った、大丈夫かな、大丈夫、今大丈夫、大丈夫、オッケーオッケーオッケー、拾った、拾った、ルー入れてください。ルー、そうしよう、いいですね、ルー、いやびですね。僕の演じるガイアルはですね、ルゾクなんですよ、ルゾク、ルゾクね、ゾクなんですね。これね、初めての人が返しなきゃいけないんだけど、ヴァンガードって、ゲームをスタートするときに掛け声があるんですよ。そうです、そうです、普通のサンダップヴァンガードって掛け声なんですけど、ここにですね、キャラクターが出てザとかルとか前とかね、いろんなね、このね、バリエーションがありまして、ハムさんのキャラクターがルでスタートするキャラクター、そうです、そうです、というわけになります。ルから始まる、いい感じです、うまくできるかな。じゃあ、いきますよ、皆さん、いきますよ、いきますよ、いきますよ。じゃあ、皆さんが書き込むのは、せーの、週刊漫画情報局スタート、せーの、スタンドアップルヴァンガード。はい、始まりました、よろしくお願いします。皆さん、すごい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 、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。改めまして、あ、皆さんコメントありがとうございます。さあ、改めまして、榎木さん、浜さん、本日はお越しいただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。こちらね、エイプリルフールにヴァンガード刀剣のボンラインの将棋コラボが発表されてから約4ヶ月、いやいや、この時はね、いよいよ来ましたね。やっぱりエイプリルフールに発表されたから、みんなね、嘘だと思ってたと思うんです。どうですか、嘘だと。いや、僕も嘘って思ってました。あ、ですよね、絶対嘘だろって思ってました。僕は実はね、聞かされてて。そうなんですか。もうみんな騙されてて、バーケ。はい、そのね、翌日には、見てると思いますので、ちょくちょくね、こう解説とかも入れていきたいと思うんですけれども、はい、ここで早速なんですけど、お二人がですね、ヴァンガードで演じられているキャラクターについて、はい、ちょっとね、皆さんに簡単に、はい、ご説明いただければなと思いますが、じゃあ、はい、とりあえず、じゃあ、ハムさんからスタートしますか。僕から、はい、僕の演じてるキャラクターが、ごめんなさい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 、また失礼しました。エルクさんからですね、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、ちょっと段取りってのがあるんです。ごめんなさい、ごめんなさい。段取りってのがね。はい、失礼しました。はい。では、はい、こちらのね、堀川くん、演じてらっしゃる、エルクさんからのヴァンガードのキャラクター紹介したいと思います。では、お願いします。はい。僕が演じております、キバシオンはですね、まあ、一言で言えば、飛行士
という感じですね。あ、今ちょっと画面も切り替わりましたけど、はい、見た目通りこの金髪で服装もすごい綺麗で、このお家もすごいお金持ちって感じですね。一言で言えば貴公子で紳士。いや、じゃあ右上白滝みたいなの着てます。白滝シードみたいな。そう、白滝シード着てるんですよ。すごいな。そう、でも胸にはあの一つ熱い気持ちがあるっていう感じのキャラクターですね。はい、おばあちゃんからも人気みたいなね。そう、キラキラになってる。めっちゃキラキラしてる、ね、はい、すごいんですよ。はい、最新話でもね、はい、あの熱い気持ちをぶつけた回でございましたね。そうですね、幼馴染のゆうやにぶつけましたね。はい、ありがとうございます。さあ、はい、続きまして、ハモさん演じるオリビエ・ガイアール君、はい、オリビエ・ガイアール君はですね、あのさっきうちに炎を秘めてるっておっしゃいましたけども、うん、皆さんがガイアールも同じようにですね、うん、熱い炎を胸の内に秘めておりまして、でそれで、アイチさんを求めてじゃねえのアイチさんを求めてってなんだアイチさんを守るためにスルッと出た今、はいはい、このさ、なんか右上になんか指輪にキスしてるのって、はいはい、この指輪なんか大事なやつなんですか。あ、指輪これ愛知さんからもらったこれ本性いくとそれしかいかないな、はい、しかもさ、このさ胸に炎を秘めてさ出てるしね、炎ね全然胸に出て秘めてないの、はい、出てるみたいな、ね、愛知さんへの炎が燃えてるって感じなんですよバンガードに対してじゃなくて、はい、あのプロそろそろプロデューサーに時間でそうなんで、なんだ愛知ファイヤー、愛知ファイヤーってなんだ、愛知ファイヤーってなんだ、愛知ファイヤーってびっくりした、はい、びっくりしたな。はい、というわけでガイアールさんですね。実はバンガード G の世界でもね、はい、こんな感じで言わせてください。そうですよ、バンガードにも出てるんですって。今ちょっと修正してきました。あのポスターにもなってますし、あのマスコットにもなってるんですよ。本当にプロのね、あ、書いてますね、プロのスター選手として活躍してる、うん、本当にかっこいいキャラクターですよ。はい、はい、うん、そうですね。なんとマスコットキャラクター、あれ手作りなのか販売してるのかわからないですけどね、あんな感じ で、ね、はい、バンガード G のね、あのカットにもジャッと、ね、登場したりとかしてましたね。本当に嬉しい限りです。ございます。うん、はい、ということで、番組の字はですね、毎週日曜10時より、好評配信中で、ございます。はい、ですね、はい、そして、ニコニコ動画では、毎週火曜21時半より、1週間無料配信中ですので、ぜひね、ご視聴いただければと思います。お願いします。ちなみにガイアール君が登場するんですね、こちらレギオンメイド編は全話 DVD 発売中、レンタルも好評配信中ですので、ぜひ見てください、ね、ぜひお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、します。さあ、そろそろもう早速いきましょうか、うん、毎度のコーナーいきたいと思います。拍手、イエーイ。さあ、というわけで今日は刀剣乱舞オンラインの、こちらタイトルブースターのカードを使っての、ファイトになります。はい、ということで早速ですけれども、意気込みのほどを聞いていきたいと思いますよ。まず榎木さんから、はい、そうですね、いきなりびっくりした。勝敗じゃなくて、みんなにファイトの楽しさを伝えたい今日はそれで頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、何なんだろう、さっきのキャラクターのこの差ね、このすごい差ね全然釈然としないですよ。さあ、じゃあハマさん、本当に久しぶりのファイトになる、あの皆さんの前でファイトするのは久しぶりとなりますけれども、ね、いかがですか、意気込みのほど皆さんにお聞きさせていただければと思いますが、ファイトの楽しさを伝えるのはもちろんなんですけども、勝っていきたい今日勝っていきたい。そんなキャラクターやったっけ。なるほどなるほど、ね、まあ、確かにバンガード G の世界でもね、あのガイアール君強いキャラクターですね。そうです、ガイアールの魂が僕には宿ってるので、息子の神君も応援してくれてます、頑張ります僕。はい、ありがとうございます。というわけでね、どんなファイトになるかドキドキのファイトでございますけれども、はい、それではお二人のファイトの準備入っていただきますので、ご起立いただいてスタンドアップしていただいてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、僕のね、あの特設会場ありますので、そちらの方に移動になります。はい、じゃあ、早速ですが、移動の前に、こちらじゃあ見ていきましょうか。こちらご覧ください、じゃん。はい、というわけで、いざ出陣ということで、榎木さんと浜さんの対決になります。はい、というわけで、もちろんね、堀川栗弘くんのカードも、六つの神吉くんのカードも入ってるんでしょうねというところは想像できるんですが、それ以外のカードね、どんなデッキになってるんでしょうか、大変楽しみですねというところで、さあ、というわけでこちら恒例のになりますが、どっちが勝ったか勝つかアンケートいきたいと思います。どうしましょう、これアンケート表示 ありますね。はい、ではちょっと見ていきましょうか、せーの、ちゃん。はい、どっちかポチって、はい、みんなポチるんだよ。さあ、どっちが勝つと思いますが、先ほどの、はい、よろしくお願いします。はい、榎木さん、浜さん、どちら勝つと思いますか。さあ、堀川くんひろくん役の榎木さんと、六つの神吉行さん、吉行さん役の浜さん、はい、どちらが勝つと思いますか。さあ、どうなるかな、どうなるかな。はい、では結果見てみましょう、どうぞ。お、
えのきさん40、約45。おかしいだろお前。みんなありがとう。めっちゃ声入ってる。めっちゃ声入ってる。さあ、あでも結構これまずかですね、差が。はい、ありがとうございます。勝手負け。はい、というわけで声入ってます。準備できましたか？だいたい準備できましたか？できました、できました。はい、では、もこもこモニター変えたいと思います。どうぞ。はい、というわけで、お、今ピース入ってますね、というところでございます。むつのかみよしゆきさんの、カードサプライ、こちらスリーブですね。はい、こちら、使用しているのが浜さんという形になっています。どうぞよろしくお願いいたします。はい、バカのフィールドこんな感じになっておりますというところです。さあ、それではじゃんけんいきましょうか。先行と後攻決めるじゃんけんします。はい、じゃあいきましょうか。はい、最初グーじゃんけんほい。じゃあ僕が先行ですね。了解です。はい、了解です。よろしくお願いします。のきさん先行ということでいきたいと思います。手札交換はあ、もう終わってます。はい、大丈夫です。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。さあ、それでは皆さんと一緒に、スタンドアップルルルルル、はい、ルル、まあ、ちょっと巻く感じなんで、そんなあるんですね。はい、スタンドアップルヴァンガードの掛け声でいきたいと思います。それではお二人でせーのの掛け声いただいてもよろしいですか。じゃあ行きましょうか。皆さんよろしくお願いしますね。せーの、スタンドアップルヴァンガード。さあ、始まりました。タイトルブースター東京ナンバーオンラインのデッキ同士のファイトとなります。オールス6つの神で、6つの神吉行でいきます。はい、はい、一番最初のね、アイカードファーストヴァンガードが、はい、お互いになってますね。はい、はい、ではどうぞ。はい、では、はい、横から適当に解説入れながら進めます。ドロー。はい、お、じゃあいきます。はい、堀川国広にライド。すげえ嬉しそうですね。さあ、はい、いきなり来た。乗ったよ、カネさん。カネさんということで、はい、先行。はい、はい、これですね、バンガードの真ん中のこの赤いサークル、わかりますか？赤いんだけ特別なんですけど、こちら自分自身になるんですが、この、このカードをですね、どんどんパワーアップさせて、戦うという形になります。東京ラムオンラインのタイトルブースさんの場合はぜひね、あの味方も揃えてみたいな感じで遊んでいただければ幸いだと思います。よろしくお願いします。ちなみに左上の数字が今0から1に上がったよっていう状態が今の状態です。上がれば上がるほどね、パワーとか能力も強くなりますので、ぜひぜひどんどん上げちゃってください。はい、というわけで 0、はい、0から1に上がりました。そして先行はアタックできないのでターンエンドで。はい、じゃあ僕のターンですね。はい、じゃあスタンドアンドドロ。なるほど、よし、じゃあ骨ばみ東四郎にライド。さあ、行きましたね。さあ、もつのかみよしゆきさんから、はい、先駆で斜め後ろにコールします。はい、お、斜め後ろにコールしたら勝てないのか。なるほど、すいません、はい、OK です。はい、はい、OK です。はい、ぜひね、あの友達同士はあの緩くファイトしてください。よろしくお願いします。じゃあアタックに移りますよ。はい、じゃあ陸奥の神義行でブーストして、骨ばみと後ろでアタック1万1000ですね。はい、これ、後ろと前のですね、パワーを足した数が相手に攻撃になります。はい、はい、じゃあドライブトリガーチェックします。前にノガド受けます。受けます。はい、はい、じゃあドライブトリガーチェック。あ、じゃあトリガー出ないです。はい、はい、じゃあダメージチェック。はい、ヒールやった意味ない。ここですね。じゃあちょっとだけ解説しますね。初めての方もいらっしゃると思うので、今ですね、はい、ダメージゾーンというところに、あ、今カードが置かれました。これ1枚目ですね。自分のですね、この赤いサークルに置いてあるカードのパワーをですね、いっぱい上回られちゃうとですね、まあ、同じカード、同じ数字もダメなんですけど、上回っちゃうとですね、ダメージが1点基本的には入ります。はい、これが、先に6点入れた方が勝ちです。なので逆に言えば自分は6点たまらなければ負けませんというところになってきます。うん、本当単純ですが、そんな感じです。で、今のドライブチェックというのがあって、ダメージ当たるときとかですね、自分が主人公ですね、真ん中の子がアタックするときにですね、トリガーをチェックします。これはカードの右上に書いてある、アイコンがですね、あるかないかを見ている状態ですね。詳しくはまた、解説動画だったりとかでいろいろ見ていただければと思いますので、ここでは若干、省略しますという感じです。さあ、というわけで1点入りました。はい、じゃあそういうわけで僕はターン終了です。はい、ターン終了して、さあ、こうやって返していきます。はい、全部ね、こう横になって疲れちゃったなってなったら、はい、ね、移動しますね。はい、ドローして、ドローよーし、ドアローだった。いきますよ。さあ、1から2にいけるか。泣き狐にライド。はい、さあ、ライドしていった、拍手。さあ、無事にいけますね。ちなみにこれ手札の中にこの次の数字のカードがないとこうライドできませんので、はい、ぜひ、ね、頑張って引いてください。で、堀川国広コール。やったよ。やったよ。何が、いやいや、何が、ね、自分で冷静になる、はい、何が、さあ、やったよと、はい、いやいやが、ね、そして、はい、じゃあまず堀川国広でヴァンガードにアタック。はい、7000です。じゃあこれ
じゃあノーガードで。さあノーガード、さあダメージが1点入ります。ダメージチェックします。はい、あ、じゃあドロートリガーですね。プラス5000当たりのカードが出ましたね。はい、ではプラス5000、パワーがプラスされてカードを1枚引くことができるというカードです。ありがとうございます。では1枚引いてください。じゃあ1枚ドローします。はい、ドローしました。さあここ良かったですね。はい、当たりのカードが出ると点大きいですね。1万1000か。1万1000です。ではヴァンガードで1万4000でアタック。はい、届きますね。さあ1万で守ってもいいし、うん、というところではありますが、そうだな、ノーガードという手もあります。ここは1万4000か。そっか、1万で守るとトリガー出てもという状態ですが、ね、じゃあ素直に通します。ノーガードで。した。さあトリガー見てみましょう。じゃあ行きます。せーの、チェック。よし。さあトリガーはないですが、国広。さあ手札に。せやな。さあ疲れている。ダメージチェック。あ、じゃあ何も乗っかりませんでした。はい、はい、ちなみに、バンガードですね、同じ名前のカード4枚しか入れることができないので、もう3枚くらい見えてますね。はい、すごい疲れてますね。やっぱり堀川邦弘に疲れてますね。ターンエンド。自分のカードなんで。はい。じゃあ、僕のターンなんでいきますね。いやいや、どういうことか。はい、さて。スタンド&ドロー。はい。スタンド&ドローから。どうしよっかな。さあ、1から2にライドできるか。さあ、こちらね、カードの左上の数字になります。じゃあ、いきますよ。ヤマトの神安定にライド。うん。さあ、ここライドしていった。で、コールしていこっかな。そうだな。じゃあ、ヤマトの神安定をコール。さあ、ヤマトの神安定が、こう、安定さん。ヤマトの神安定さん。なんでっけ、はい、が、このように、並んでいきますね。じゃあ、アタックに移っていきますよ。うん、そうだな。よし。じゃあ、9000で、ヴァンガードにアタックします。9000か。さあ、パワーが並んでいる。どうしよう。でも防げるときに防ぐのが最近のトレンドなんですけど。おや、通します。通すんだ。通すんだ。はい、せーの、チェック。はい、さあトリガーなし。今の剣が。じゃあ続いていこうかな。じゃあ5000でブースト、1万4000でヴァンガードにアタックします。1万4000か。じゃあここは受けます。あ、いいんですか。じゃあトライブトリガーチェック、はい、お佐藤さん、かっこよく決めてきた。かっこよく決めてきたぞ。さあここでじゃあ真ん中に全部乗っけます。プラス5000クリティカルで。さあこちらですね、はい、大当たりのカードですね。アタックの時に出るとダメージがなんと2点入りますというところで1個プラスされますね。さあダメージが入ります。ダメージお願いします。2点ですね。よっしゃチェック。あ、トリガー、トリガー、トリガー乗りましたが、一応スタンプしましょう。はい、そうですね、5000は意味のあるね時に出るトリガーとね、はい、ない時もあるんですが、さあ2枚目、さあ1枚2枚、はい、チェック。おっとあれ、さあここでみんな立ち上がれ。さあここでトリガーランブ。さあここで乱れ東四郎さんが、ダメージゾーンに行ってしまいましたというところでございます。こっちはこれでもう何もすることがないのでターン終了です。はい、ではスタンドワンド浜さん、ここまでいかがですか。ここまで順調すぎますね。怖いです。ちょっとこの後が、この後怖い。さてここはさあ鶴丸国長にライド。さあライドしていった。さあこれで一応一番上ですね、フィールドにずっといるところとしては、一番上のカードに、行きましたというところです。はい、そして鶴丸国長をコール。はい、あ、さあ鶴丸国長さんがこう並んでね。はい、さあこれ大変なんだよな。はい、さあではおっとっと、あ、これ通らないか。通らない。じゃあお、トリガーの読みだ、はい、なるほど。1万1000でヴァンガードに当たった。ヴァンガードいった。お、ここ誘いましたね。これですね、そうですね、これ相手に卓を委ねるパターンですね。はい、というちょっとヴァンガード、ちょっとヴァンガード小話でした。はい、うん、さてさて、まあでもここは素直に反応します。じゃあインターセプトで守ります。インターセプトで守りましたね。はい、さて守った。はい、グレード2のカードがね、はい、この2って、左上に2って書いてあるカードはこうやって身代わりになることができるんですねっていうところです。はい、はい、さてでは、さあダメージは4対2。1万6。さあパワー足した数が向こうに行きます。そしてはい、このヤマンバ斬り国広の能力を使います。なんだと。このユニットがブーストした時誉れの能力を持つユニットですね。はい、でカウンターブラスト1枚払ってバトル中このユニットのパワープラス3000となります。おお、はい、おお、さあそしてこうなるので、1万9000、1万9000ですね。なるほど、ヴァンガードにアタックや。アタックや。でもここな、
さあこちらですね、実は鶴丸国長さんですね、誉れの能力持ってますね。さあこれはガードするかしないかちょっと見どころになりますね。まあでもさて受けるしかないんじゃないかな。ノーガードでとりあえず。さあノーガードから。さあじゃあトリガーまず見てみましょうか。ではツインドライブいきます。1番目あはい、もう1枚。はいはいはい、とりあえずトリガーはなしですね。トリガーなしですね。じゃあダメージを、じゃあダメージチェックしますね、はい、ダメージチェック。はい、じゃあトリガー出ませんでした。はい、さあどうします。能力まずヤマンバギリ国広さんの能力があると思いますが、はい、そうですね、じゃあ、はい、このユニットソウルに置くとというカードが能力がね今持ってるんでね、これをじゃあソウルに置いて、なんだと、どうなんだっけ。そうですね、他のユニット1枚選びプラス5000するっていうカードなんですごい強いですね。なので国広堀川さあこれでアタックが、はい、通る形になりました。鶴丸さんどうします。鶴丸国永さんどうします。あ、誉れを使います。じゃあはい、ソウルブラストを1枚使って、はいで、はい、今能力使ってきましたね。払ったら、ここが1枚回復します。強いな、はい、ね、そしてそう本当はねこれドロップゾーンにグレードさんのカードがあれば手札に戻すことができるんですが、ここまでですね解決。そうですね、はい、今ねまだ落ちてないんでっていうところですね。ただカウンターボラスト回復できたので強いですね。堀川国広で12000ヴァンガードにアタック。12000か、そっかそっか。そうですね、先ほどトリガーが出なかったので届く形になりますね。じゃあここノーガードで、さあ並んでくる、はい、さあダメージチェック、ダメージチェック。お、出ませんでした。はい、ターンエンドで、はい、じゃあ僕のターンですね。さあダメージが4対4、はい、先ほども言いましたバンガードは6点溜まったら負けになります。逆に言えば相手を6点にすれば勝ちです。かなりまくりましたね今。じゃあライドしていきます。はい、ジローたちライド。さあジローたちライド。お、え、これ多分ちょっと強いぞ多分。さあジローたちさん、うん、さあお互いグレード3になったので、こちらねバンガード新しい、こちらねバンガード G からの能力になりますストライドが可能ですが、さあいきますか。じゃあストライドしていきます。お、今の剣を捨ててストライドを宣言します。さあストライドを宣言、はい、よいしょ。じゃあここは素直に太郎たちにストライド。お、太郎たちにストライド、拍手。あ、いいですね。さあ次郎たちから太郎たちの力を足ります。コール、そして、うん、いいのかな、うーん、よし。じゃあこれでとりあえずバトルに移ろうかな。でこの太郎たちがすげえ強いんですけど、はい、まず真剣必殺のリアガード全てプラス3000されるんですよ。で、はい、真剣必殺持ちなんで1万4000になります単体で、うん、ありがとうございます。そしてですね、あなたのターン中、リアガードであなたのカード名にジローたちを含むパーツがあるならプラス5000されます、はい、超強い。はい、太郎たちがですね、最初1万5000プラスって書いてあって、これに5000プラスされて2万プラスになります。これですね、プラスっていうのは何を意味するかというと、最初のこのジローたちからですねパワー受け継ぐと、名前も受け継いでるんですけど、つまり太郎たちとジローたちで今アタックしている状態になるんですね、つまり3万1000、うん、3万1000か3万1000プラスブーストで、もう4点ダメージなんだよな。3万6000になりますね。よし、じゃあとりあえず行こっかな。まあ手札的にまだ余裕がありそうなのでじっくり行きましょうか。よし、1万4000でリアガードに行く前にバンガードから行きましょうか。さあバンガードに行く。1万4000、3万6000、3万6000でバンガードに当たります。さあ3万6000飛び込んだ。対象はバンガード。これさあここで先ほどのかっこよく決めたい人、クリティカルトリガーなど他のカードが、ね、出ましたら、決着がついてしまいますが、さあどうしますか、うん、ここは余裕のノーガードで。本当に本当にさあこれ、いやこれもう祈ってますよ半分、はい、これクリティカルトリガーなら放送事故です。はい、では行きたいと思います。さあではでは最初はね、いろんな意味で頼む。本当に1枚カンガでしたね、はい、セーフ。2枚セーフ。3枚セーフって言っちゃってるよ。出ない、出ないよ。うそー、うそー、うそー、うそやん。さあ弱さを積み、うそやん。さあドクター今ドキッとしました。今のコーディマル単語では一定ダメージですね。そこでノーガードは強気だな。さあではダメージチェック、せーの、ヒールこい、ヒールこい。
いやまあそれなんかこれでヒール来られたらちょっといろんなものがあれです、はい、さあではプラス5000が、ね、はい乗っかって、さあヴァンガードはこれで戦えなくなりましたねっていうところ、もうしょうがないかな。じゃあここは素直にリアガードにアタックします。さあ1万4000でアタックします。さあリアガードへ、はい、1万4000対1万1000、さあ5000で守ることで手札からですね横向きに書いてある数字ですね、5000とか1万とか書いてあるんですけど、これは書いてないのが 0なんですけど、こちらのカードを出すことで守ることができます。つまり身代わりにすることができるってことですね。さあどうします手札から。ここは受けます。さあ受ける、はい、はい、受けるとですねこの周りの味方はこのように退却といってやられちゃいます。はいというところです。ダメージにはいかないんで注意してください。はい大丈夫です。はいではですね、あすいません、このカードの スキルなんですけど、カウンターブラストとソウルブラストをしないと効果発動できませんでした。すいません大変失礼しました。すいません大変失礼しました。はい、はい、確認しました。じゃあこれでこっちのターン終了ですね。ターン終了です。はい、はい、お願いします。じゃあスタンド&さあここでドロー。さあ一発逆転狙いたい榎木さんは。ここで逆転を狙わないとまずい状態、もう5点までいってるんで、さあここジェネレーションゾーン解放きた、かっこいい。ステップストライドか、なるほど、はい、解放してここはさあ選んだ岩投手。さあ岩投手ジェネレーストライド強いんだよな。そうなんです。さあ岩投手さんね、さあ来ましたね、はい、いうのでそしてはいカネさんをコール。さあ上がった。さあカネさん来た。僕をコール。僕をコール。僕スキルいきます。そうですね、ここはまず能力を使います。はい、ハンターブラスト1枚。さあこちら真剣必殺の能力を今使ってます、はい、してソウルチャージ1枚、はい、パワープラス4000にされますね。いいですね、されます。そしてさらに、カネさんの能力を使って、アタックしたのかな、これは。はい、そうですね、はい、こちら相性のいい2人の、能力になっておりますので、ぜひね合わせて使っていただければと思います、うん、それは多分この後に見れるかなって感じですね。はい、よろしくお願いいたします。そしてエシキリハセベをコールします。さあ声が変わってコール本気ですから、本気ですから、一生懸命やってます、はい、本気ですからいただきました。さてこれ辛いな、うん、ここ守れないと厳しいところですございますが、岩投手の能力を使います。強いんだよな、はい、さあ岩投手1枚、はい、今回ドクターも注目ですね。岩投手は表にして、はい、でカウンターブラスト1枚で、このユニットがアタックした時前列のユニットすべてに、アタックできます。はい、守るなら、はい、1体ずつ指定してシールドを出すという形になります。で岩投手からいきます。2万6000、全部ですね、前全部ですね、はい、後ろまでは届かないんですがというところで、こちらもねかなり原作を意識した能力になってますね。岩投手さん2万6000か、4枚だろ、うん、怖いな。完全ガードで、あ、さあ切っていった、はい、さあこれはヴァンガードをしていた完全ガードですね。はい、いいと思います。ではさてチェックします。はい、これで完全に守れますというカードです。では1枚目に入れてください。1枚目、はい、2枚目、2枚目、ここお、あ、あ、あ、でもプラス5000乗っかりましたね。はい、さあプラス5000乗っかって、カネさんに5000、そろそろ乗っかる。さあもう一回で、はい、お、はい、こんな感じですね。完全ガードに1枚ね。じゃあ、はい、リアガード撤退します。はい、さあ退却してからの、はい、では押し切り長谷部16000かな、16000でヴァンガードにアタック。16000はじゃあそこも守ります。1万でガード、はい、はい、シールドしていきましたね。はい、大丈夫です。はい、でいよいよソウルブラスト1枚使って、ちなみにヘシギリハズベさんはバンガードにヒットした時の能力なので、はい、このままいきましたという感じです。ブーストされた時、コスト払ってパワーがプラス3000はい、さらにプラス3000されましたね、はい、いいですね。もうなん、はい、こちらソウルブラスト1ですね1万2000プラスされてるから2万8000かな、2万8000でヴァンガードにアタック。さあここ1点は受けられるのか、まだダメージ4、お、うん、苦しいけどノーガードがいいかな。ノーガードで、さあノーガードで受けていった、はい、ダメージ1点ですね。せーのチェック、ペラ、おー、じゃあそのままいきますね。はい、で、金貞の能力で終了時、後列の真剣必殺の能力を持つユニットを
手札に戻します。さあこれ手札に戻すことができた。これ筒の部分ちょっと解説させてください。こちらですね、次のターンの、守りに使ってもいいし、もちろんね、泉の神、金沢さんのですね守りに使ってもよし、そして、次のターンが来たらですね、また後ろに出してまたね強くしてあげてアタックするもよしという非常に万能な能力になっています。というところです。わしのターンじゃ。はい、さあスライド、チャレンジスライドはターンが自分の番が終わった時にこう元に戻ると覚えていただければと思います。よろしくお願いします。スタンド&ドロー。はい、さあスタンド&ドロー。さあここで決められるか。ストライドじゃ。さあ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 ファイナルターン、ここで決めていきたい。3、さあ足して3、そして超強い三日月宗近。さあ宗近は三日月宗近さんと、こいつがまず強いんですけどね。さてここから本番になりますね。ここで決めてくるか。じゃあいちご一振りをコールし、これ番と後ろにコールします。はい、そしてこれで三日月宗近のスキル発動します。カウンターブラスト1で、はい、よいしょ。これで、G ゾーンから1枚表にします。はい、はい、そうですね、表にするってことは、まあ、使い終わらせてという能力なんですけど、はい、OK です。はい、これによって G ゾーンに表になっているカードを1枚につき効果がありまして、まず1枚につき攻撃力がプラス3000されます。さあ今何枚空いてますか。2枚ですかね。今2枚ですね、表になってます。さあ2枚のプラス6000、プラス6000されて、さらにここ、はい、超強いんですけど、2枚ごとに相手のユニットを、うん、前列のユニットを1体退却させます。さあ退却させてください。超強い。さあどっちにしますか。はあ、さあこちら、はい、退却、石切長谷さん、そしてですね、はい、お詰めご苦労様でした。はい、ご苦労様でした。お疲れ様でした。スキル発動時にクリティカルが無条件でプラス1されてます。さあそしてクリティカルプラス1、なんとはい、こちら表のカードが2枚以上なのということで、はい、こちらさらにいきますけど、いちご一振りもスキル発動します。カウンターブラスト1とソウルブラスト1で、よいしょ。投資郎と名の付くカード1枚につき攻撃力がプラス4000されます。つまり、うん、普通に1万5000でブーストされると2000。さあここで決まってしまうのか。いくぞ、キバシオン。おキャラクターに入ってた。キャラクター入ってたの。さあここでまずはどうしようかな。さあ悩んでるぞ。ガイアルが悩んでる。うん、そうだな、ムソの神義行でブーストして、三日月宗近でバン。さあバンガードでアタックした。バン。さあここで7万6000の、3万1000の3万7000クリティカル2。3万7000。はい、わかりました。バン、完全ガード。さあこちらコストとして払ってるところですね。はい、大丈夫です。完全ガードです。はい、こちらね、あの完全ガードと呼ばれるカードは1枚ね追加で払うことで相手の攻撃を無効化することができてますね。はい、行きましょうか。1枚目お、でもヒルトリです。ヒル拍手。これは大当たりですね。はい、ダメージはですね、相手と同じかそれ以上ダメージをこう自分が受けている場合ですね、1点回復することができるというものを今、当てることができましたので、超当たりカードですね。素晴らしいと思います。5と5なので1枚回復しますね。さあもう1枚、そして3枚目ドライブチェック。強い、超強いじゃねえか。強い、敵がすごい。さあここで乗っかってきた。さあこれは決まるか、決まるか。ここで決まっしよ。はあ、1万対決、1万5000の2万1000の2万1000の3万1000超強い。3万1000バンガード。3万1000バンガードクリティカル2。さあここは2万5000必要ですね。さあ2万5000を手札からラスト守ることができますが、さあどうなるどうなる。これは僕の勝ちだ。これを狙ってこれをバン出していった手札握っている、はい、人のセリフを平然と取る。これが僕榎木純也だ。裏切りか裏切りか。さあはい、ぜひで、ね、皆さんもこの中でワーキャーで遊んでいただければと思うんですが、じゃあターン終了です。こちらさあ全部のカードがアタック終了したので、はい、ターンが移ります。では決められなかったか。そっか、そうですね、ドロー。ここですね、このアタックが守れるか守れないかで多分全てが決着かなというところになりますが、さあ見せ場ですね。5ですもんね。はい、守れれば次のターンでほぼ確実に浜さんが決着をつけると思います。なので榎木さんはここで決めたい。悩んでらっしゃいます。さあストライドからいけるか。悩んでジェネレーションゾーン解放。さあ解放していった。この流れまさか。もう一度
岩投手岩投手大好きさあここで岩投手に乗っかってきた、はい、さあどうしようどうしよう普通にどうしようここからそしてうん相手のね戦力周りのね子も削っていきますのでそして岩投手さん鶴丸の能力を使います。はい、ストライダーしてストライドした時ソウルチャージしてユニットを2枚選びプラスその、単純プラス3000です。はい、だから3000強いよな。さあそうですね生き残ったのでここ強いですね、はい、さてそしてコールさあコールした逆に考えろカウンターだ、はい、カウンターだここを守りきるんだ俺。そうですねダメージ1点分のヒールが大きいのでそれをうまく使うという攻防が大事になりますね。そして、ターン中このユニットと同じ縦列に他のユニットがいるならプラス1000です強いなクソ、はい、ということでじゃあ攻めていこうかな。まず、2万1000でヴァンガードにアタック。あで岩投手のあそうだ岩投手の能力あるんだ。はい大丈夫ですよ そこはゆっくりやってください。大丈夫です。決着に近いんでね皆さん焦っちゃってるんで大丈夫ですよゆっくりゆっくり。怖いよ。1枚表にしてさらにカウンターブラストを1枚。はいそうですね、はい、岩投手さんあのアタックに入る前に能力使ってあげてください。よろしくお願いいたします。でどうしようかな。はいサニアファイターさんもねぜひ覚えておいてください。よろしくお願いします。これで2万1000でね2万1000でバンガードアタック。さあバンガードアタックした。これ素直に守るしかない。あでも1なのかダメージ。そっか。さあノーガード。おノーガードを選んだ。ノーガードだ。ちょっと待ってよ。誉れでなんかあるんじゃねえのか。知ってんだぜ俺。ないない本当本当に。じゃあノーガード。じゃあノーガード。ダメージチェック。あじゃあ何もなかったです。じゃあはい。すいません誉れを。さあちょっと待ってちょっと待って、うん、すごいななんだこれ。えのきさんそういうキャラだったっけ。そういうキャラだった気がした。そういうキャラだった気がした。ヴァンガードにヒットした時、このユニットを山札の下に置きます。はい、はい、そして、はい、1枚引きますはい1枚引いて、はい、さらに、はい、ここが回復します。なんだこれ2枚回復します、はい友達としては大丈夫だと思いますが大会としてはやめましょうね、はい、よろしくお願いしますはい浜さんさあ、はい、油断しましたね。やめ打ち入りました ましたよ油断したのかな俺したのかな俺さあ黒いやり打ちが入りましたね。さてさて1万2000でヴァンガードにアタック。絶対守るわ1万ガードさあ守った浜さん何も能力なかったのに今のさてこれはこれははいでは2万6000で前列全てのユニットにアタック2万6000はいさあここですね。ここが守れればお2万1000 3万1000 4万1000ってことは守ったお3枚ともか1枚1枚1枚ですね。なるほどでは 3枚チェックしますね。はい1枚目はいこの悩みますね。3枚連続トレイヤーが出ればアタックがヒットする、はい、さあどっちを選ぶか。さあ5000を入れるのをめくる前に選ばなきゃいけません。え3枚連続で引けば通る。通ります。僕引けないのでこっちにさあここは冷静にだ。ちなみに僕だったら真ん中つけましたね今。さあでは行きましょう。では見てみましょうか。2枚目。2枚目はいそうさあ5枚乗っかっていく回復あ、5000よ。あれこれ引けたんじゃねえの。さあ3枚目いきます。はいあー正解でしたね。そう世の中うまくないですよね。あそしてじゃあここは守りきりました、はいうん、そうねさあ渋い顔が入った、さあここカメラに映ってませんが浜さんの渋い顔が入りました。1万3000されてます、うんうん、2万2000で浜さんはい2万2000ですさあ渋い顔して、あちなみに2万戦でどこにアタックするんですか。あちなみに前列退役してください。前列退役で、さあ前列退役、さあアタックするのが実は、ね、もうないんですね。悩みますけど、はい、悩みますよ ね, ね選択肢がでもないんでヴァンガードしょうがなくしょうがなくヴァンガードでアタック。ガイアル陸奥の神義行頼むガーはいありがとうございましたはいダメージ6点になりましたのでどうもありがとうございました。はいこちらさんの勝利となります。いやーいい勝負でしたね。ありがとうございました。いやー最後までありがとうございました。いい勝負でございました。いやいやいやはいありがとうございます。
さあそれではちょっとね見ていきたいと思います。 ありがとうございます、戻していただいて。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。難しかった。いやー、いいファイトでしたね。もうね、最後もう5対5までいって、うん、最後ねひっくり返すみたいな形になりましたけど、はい、というわけでじゃあこちらじゃあ浜さんから感想いただこうかと思いますが、そうなんですけど途中不正は、不正はなかった、不正は正ってまあなかったですか。友達同士は、楽しく参加してあげてください。ちょっとね、しょんぼりしてますね。確かにファイターに負けたのでも悔しいですけど、うん、でもやっぱり自分のやっぱり演じたキャラクターを使えるってのは嬉しかったですね。ムツノカミヨシユキしかり、そうですね、スリーブにもなってましたし、やっぱりすごいファイトしてすげえ楽しかったです、はい、最初から最後までね、ちゃんとブーストされてましたね。良かったですね、というところです、うん、さあじゃあ勝者エルギジュニアさん、さあどうでしたか、感想を一言。そうですね、感想一言、皆さんに、はい、感想一言。やっぱり、はい、でも、はい、僕勝つとか負けるとかどうでもよくて、皆さんにファイトの楽しさ、それが伝わったならすごい嬉しいです。はい、ありがとうございます。いやー、エルギさん、はい、キャラ立ってんな、これ闇討ち成功。そうなんですよ、コメント闇討ち闇討ち。すごかったですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでちょっとだけ振り返りたいと思います。こちらご覧ください、どうぞ。はい、というわけでまずハマったのデッキ見ていきたいと思います、はい。こんな感じの、レシピというところで、ブースターからですね、まあ、出るカードでこんな感じでデッキ作りましたっていうところでございます。こちらのレシピですね、後ほど公式ホームページの方にもアップされますので、はい、そちらの方をご覧ご視聴いただいたりとかしてですね、ぜひ、真似していただいたりとか、これハマさんのデッキだよみたいな感じで、ね、ぜひ真似していただければなと思います。よろしくお願いします、はい。そんな中でも、注目のカードはこちら、じゃん、うん、はい、三日月宗近さんですね。はい、これはあの時多分あれですよね、完全ガード持ってなかった、完全ガードって言って相手のカードをね、あの、うん、絶対一回守れる時があるんですけども、はい、持ってればってやつなんですが、うん、なかったらやられてましたよね。あれやられてましたね。あれパワー大きかったですね。というわけで、こちらの方ですね、非常に強力な能力持ってますので、もう当たったらやったと思ってですね、実際すごい強い、はい、うん、デッキの方に入れていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。もうね、これね、1枚でももう入れちゃっていいと思うんですよね、うんうん、全然もう4枚剃らなくても全然ガンガンね使ってあげていただければなと思います。よろしくお願いします。キリクラカードです、うん。さあ続いてはこちら、えのきさんのデッキいきましょう、どうぞ。はい、というわけでこちら、えのきじいおさん仕様のですね、こちら、堀川くるひろと、くるひろとほまれデッキというところで、はい、やっております、こんな感じのデッキレシピでしたというところで、ぜひね参考にしていただければと思います。こちらもね、えのきさんと同じデッキ使いたいという人はね、ぜひぜひ真似していただければなと思います。はい、こちら特徴スタンドトリガーがいっぱい入ってますので、リアガードからね横からアタックするといいですねというデッキになっておりますので、うまくねぜひ使ってあげてくださいというところで、ちょっとねテクニカルな、デッキになっておりますので、こちらで使いますまでちょっとだけ時間かかるかもしれませんが、うん、ぜひねそれでもトライしていただければなと思います。相性のいいねカード同士もありますので、ぜひ、ね、使っていただければと思います。注目カードこちら、じゃん。はい、というわけで岩投手いかがでしたか。岩投手、いや今日活躍してくれましたね。活躍しましたね、活躍しましたね。そう、岩投手さんが最初ね、あのアタックされなければ多分ねもう一列浜さんが展開できたっていう流れになっていたので、うん、なんですけどね、かなり岩投手さんの圧力が強かったような形になります、うん、そうですね、というところです、うん。はい、あの前列で全てたたくというですね、非常になぎなたらしい能力を持ってますので、うん、ぜひね使ってあげていただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけでファイトお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、楽しかったです。ぜひね、あの皆さんもぜひ今週末発売のタイトルブースター時計のオンラインを使ってですね、ぜひ聞き込んでみてください。そしてね、今みたいに遊んでみていただければと思います。闇討ちはありかなしかはあの皆さんでルール決めていただいて、ね、遊んでいただければと思いますので、はい、仲の悪くならないように、はい、お願いいたします。はい、はい、そしてですね、こちら時計ナンバーワン仕様のサプライグッズも今日はねハムさんがつけていらっしゃいましたね。はい、こちら多数発売されております、うん、こちらご覧ください、どうぞ。はい、というわけで、うん、カードサプライでございま す, いいす、ね、ということで、はい、こちらですね、ムツノカミヨシユキさんの、こちらのスリーブというのは、先週実はちょっとやったんですけど、スリーブというのはカードを傷から守る役目をします。つまり上からこうかぶせるものですね。でそしてかぶせたスリーブを入れるのがこのデッキホルダーといって、これバッグの中に50枚とかじゃらんと入れるとバッグの中で分解しちゃうじゃないですか。です、ね、折れちゃうじゃないですか。はい、それを防ぐための、もので入れ物でございます。でそれが、いっぱいこう手に入れてくるとですね、あ、このカードを持ち歩きたい、あのカードを持ち歩きたいってデッキホルダーに入りきらなくなるんで、そうするとですね、この一番端っこのストレージボックスっていうですね、大きい箱入れにデッキを何個入れたりとか、交換用のカード入れたりとか、うん、しますので、そんな感じで左からこう、あ、そういう役目するんだねっていう風に初めての方は見ていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。そして、堀川くるひろさん、そうなんです。来ますよ。実は
堀川国広のスリーブも4月7日に発売されるということで、やった、おめでたい。僕は絶対堀川国広にします。はい、はい、そしてなんと泉の神金貞も同じ発売日です。よっよっ、やったね、カネさん、運命を感じますね。うん、ぜひゲットしてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、そして今日はですね、そんなお二人からさらにお知らせが実はございますよね。はい、ではよろしくお願いいたします。はい、はい、大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。はい、あの今日ですね、僕たちのファイトを見てですね、ヴァンガードに興味を持ってくださった方、ルールさえ分かればもっとやりたいのになーっていう方いらっしゃると思います。うん、はい、うん、いや、そんな方々に向けて僕たちね、こんな収録しちゃいましたね。いきますよ。せーの、榎木純也と浜健人のヴァンガード入門動画。いやー、来ました。はい、こちらね、初心者の方への遊び方説明動画となっております。はい、ファイトの仕方だけではなくてですね、開封の様子だったりデッキの組み方も紹介しているので、ぜひご覧くださいませ。はい、はい、というわけで本日22時半より先行動画配信開始となっておりますので、待ちきれない内容とかでもね、もう少しだけお待ちいただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、今ね、ドクターからもファイト中簡単に解説したので、雰囲気は今のね配信見た方は、うん、あ、こんな感じなんだっていうのもね、持ちながら見れると思いますので、うんうん、多分ね、結構動画見れば簡単に分かったこう感じになるので、あとはね、カードをこう握りしめながら友達と遊ぶのが一番だと思いますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。いや、でも結構楽しく収録できましたよね。そうですね、本当に もう本当に何よりも楽しくっていうことが真っ先に来ますよ ね。でもその時が確か2回目にお会いした、そうですね、感じだったんですけど、でも全然ねそんな感じもしなく楽しく収録できたので、ぜひ皆さん見てみてくださいね。お願いします。はい、よろしくお願いします。こちらさっきドクターからもおっしゃっていただいた通り、10時半に、公開予定です。ヴァンガード公式ホームページ内のタイトルブースター刀剣乱舞オンラインの商品情報ページが更新され、そこにアップされるとのことです。詳しくはヴァンガードのツイッターなどでご確認ください。はい、ありがとうございます。はい、ぜひね、皆さんも見てください。よろしくお願いいたします。します今上にね、宣伝ツイッターの方が表示されてますので、うん、ぜひフォローしてあげてください。よろしくお願いします。フォローして、うん、お願いします。はい、ヴァンガードの最新情報こちらの方に出ますので、よろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、刀剣乱舞オンライン絡みの話でもう一つ、うん、ございます。こちら、はい、いきましょう。せーの、じゃん。変わらない。しょうがない。じゃあ僕はなんか一発芸して間を持たせますか。うわ、すげえ。何が来るんだろう。嘘です。え、さあ、では了解です。はい、じゃあ無事ですね。はい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 、よかった、一発芸しなくてよかった。あ、今でもちょっとやる、はい、一発芸やるまで待った方が良かったですね。いや、良かったですね。行きましょう行きましょう。はい、はい、というわけで、うん、こちら行きたいと思います。こちらですね、絶賛公表中、公表発売中ですね、月刊武将の8月号、宇賀月宗近のリアルカードも、ついていますが、皆さんね、もう手に入れていますか。どうだろう。はい、出ますか。はい、大丈夫ですかね。うん、はい、こちらですね、こちら満を持してですね、東京ダンボールのアンソロジーコミックが4コマ乱舞が連載スタートしました。拍手。いや、素晴らしいね。素晴らしい、素晴らしい。さあ、そしてね、はい、この8月号に載っている次回予告には超気になる内容がございます。はい、なんとですね、お、なんでしょう。こちら、市場通販がスタートいたします。おー、素晴らしい。さあ、こちらですね、はい、第1弾はなんと4コマ乱舞のスペシャルグッズですって。お、はい、うん、そして気になるそのスペシャルグッズいきたいと思います。はい、じゃん。はい、こちらご覧ください。4コマ乱舞のですね、キャラクターを使ったプレイマットでございます。その名も4コマ乱舞マットということで、こちらですね、あ、拍手ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらですね、カードゲームする方はもちろん、お勉強の時とかランチの時で机に引いたりとか、使い方は自由自在ということで、うん、はい、そうですね、お願いしたく存じます。うん、こちらね、月武士の通販の担当者がですね、制作中とのことです。アンドね、いろいろ企画中とのことですので、ですね、デザイン含めて詳しい情報は待て次号ということになっております。はい、ということです。よろしくお願いします。お願いします。はい、僕もね、ちょっと案見せてもらったんですけど、あ、めっちゃいい感じに作られてますので、うん、はい、ぜひぜひね、楽しみにというところで、デザイン公開待ち遠しい感じになりますね。ということで、今後の情報もね、ぜひ楽しみにお待ちいただけますと幸いでございます。
ということで、今ですね、えのきさんと浜さんですね、はい、現在発売中の8月号読んでいただいております。先ほどね、お渡ししたやつですね、うん、はい、読んでいただいておりますが、横浜ランプいかがですか。これだって僕たちのね、堀川国博と陸奥義行も登場してる。そうです、そうです、ね、さっきからあのコメントが僕たち少ないの普通に読んでたからです。すいません、かわいいっすよ、すげーかわいいっすよ。もう手に入れたよって方、はい、もう手に入れたよって方どれくらいいるかな。どうだろう、手に入れたよって方、カタカナにのとか書いていただいて。いや、めちゃくちゃ可愛いんですよ、本当に。うん、ありがとうございます。ぜひ見ていただきたい。いらっしゃる。ありがとうございます。はい、というわけでね、うん、ぜひぜひ、手に入れてください。よろしくお願いいたします。ね、さあ、4コマ中にね、うん、気になるキャラクターとかいらっしゃいました？僕結構内容なんですけど、うん、太郎たちでっかい、次郎たちでっかいって書いてあるんですけど、まあ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 はい、堀川くんも、堀川くんにきとかね、出てる感じ、ね、そうなんです、堀川くん、はい、ぜひね、チェックしてください。本当に面白いです、はい、というわけで4個も始まってね、限定グッズも出るということで、うん、ますますね、これ盛り上がっていきますので、月刊無償とぜひぜひ皆さんもね、チェックしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします、はい、ます。そして、月無償といえばこちらもございます、どうぞ。はい、というわけで毎週木曜日のお引っ越ししました月無償 TV、 今週のゲストは榎並ジュニアさんでございます。意外にも初ゲストということで、そうですね、いかがでしたか。いや、本当にもう北さんにも言われたんですけど、初ゲストの感じがしないぐらい、あの和気あいあいとやらせていただいて、結構あの、うん、刀剣乱舞オンラインについてもあのお話をさせていただきましたので、ぜひぜひあのチェックしてくれたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。こちらですね、新藤黒の役の石井マークさんのコーナーもありますということです。ぜひお楽しみに。これね、 YouTube でも公開されてるみたいなんで、ぜひぜひね、こちらの方もチェックしていただければなと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、それでは、情報コーナー行きたいと思います。こちら、はい、ささっといきますね。はい、先週、7月9日に、武将の TCG 7段階というものが開催されました。それではね、えのきさんにもご出演いただきました。ありがとうございました、はい、いや、ありがとうございました。はい、そこで発表された情報について一部こちらのコーナーでも情報、公開させていただきます、うん、では、ご覧ください。まずはこちら、じゃん。というわけでこちらです。まずアニメ第2期エヴァンガード G、うんうん、ギアーズクライシス戦10月よりスタートが決定しました。めでたい、うん、めでたい、うんうん。さあ、新たに、超のアム、そして弓月ルーナちゃん、こちらのお二人、どのように絡んでくるのか、可愛いの、可愛いですね。はい、楽しみですね。ということで、うん、えのきさんはね、こちら発表の時にどっちも可愛いということで、うん、こうお茶を濁してましたが、浜さん濁してないよ。浜さんどっちが。いやー、でもやっぱり両方弓月ルーナかな。でもこれ見てください、蝶のアムって、蝶のアム、武士ロードさんですから、蝶のマサ、ほら、あのプロレスつながりで。はい、そこまで。はい、ということでね、はい、ぜひぜひね、皆さん楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いいたします。こちら詳細はね、週刊漫画情報局や、4月17日から開催の東京ゲームショーにて発表予定とのことです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、さあ、続きましてこちらも発表されました、見ていきたいと思います。どうぞ。さあ、こちらミニ版続編制作決定、拍手。素晴らしいね。あ、こじらせてるよ。可愛いミニ版たちが帰ってまいります。ということで、キレイ先生が書いてくださった記念イラスト、こちら可愛いですね。可愛いですね。本当可愛いね。でもバンガード G からもあの黒のが、ね、登場するって感じで、あのグルグルね、ね、グルグル頭のね、名前忘れちゃいましたけどね、はい、みたいで。そこちょいちょいね、感じなんだ。はい、なるほどね。どうぞよろしくお願いいたします、ということです。こちらもね、放送枠などはですね、後日またご案内させていただきますので、続報をお待ちいただければと思います。はい、さあ、そしてこちらも発表されました、じゃん。さあ、番号4時の商品スケジュール&収録クランの公開もございました。こちら、詳しくもう書いてある通りなんで、ここでは、うん、こうガンガンいきませんですけど、盛りだくさんでございます、うん、こちらね、公式ホームページにも今、掲載されておりますので、発表内容ね、ぜひチェックしていただければと思います。僕ね、この1月の上級者向けブースター、過去から超楽しみで、もうしょうがない感じでございますね。というところで、他のね、ブースターもいっぱい出ますので、ぜひぜひ、自分のですね、あったカードをですね、見つけていただいて、ぜひね、使っていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあさあ、こちらカードもね、アニメの展開に合わせてバンバン盛り上がっていくので、よろしく、うん、というところでございます。どうぞよろしくです。さあ、そしてさらにどんどんいきますよ。こちらも発表されました。じゃん。さあ、バビロン様の写真集発売決定、拍手。あら、さあ、こ
今年の夏はですね、コミックマーケットで武将のブースが出展されますということで、こちらのバミナトレアングルの写真集が登場いたしました。写真集でございますね。はい、写真集ですよ。はい、こちら、はい、一冊につき PR カードセット、5種各1枚がついてきます、ということなんですが、こちら詳細はホームページの方でご確認いただければと、思いますというところですが、はい、さあどの子が好きですか？おどうざっくりどうですか、浜さん。浜さん、僕はまあ左から2番目のラブラドル。ラブラドル来た。可愛いですね。可愛いな。ラブラドルちゃん。僕は一番右の、はい、オリビエ、オリビエ、まあ、オリビア、オリビアね、オリビア、オリビアだ、オリビアかな、いやいや、まああのガイアルも好きですよ、オリビアも好き、血繋がってるのかな、でもオリビアが好き、オリビエが好き、いやオリビア、オリビエが好き、なるほど、そっか、はい、ありがとうございます、というわけでオリビアさんでございますねというところです、はい、ぜひぜひね、あの皆さん、お気に入りのねこの写真集ぜひゲットしていただければと思います、どうぞよろしくお願いいたします。はい、あおさん本当にあの詳細はホームページの方で公開されますので、ぜひそちらの方にチェックしていただければなと思います。よろしくお願いします、はい、そしてですね、バミューラといえば好評発売中のバミフェス総選挙、ここで一番下に書いてありますね、こちら投票締め切り日が、7月20日、こちらですね、海の日が締め切り、7月20日ですね、海の日が締め切りになりますので、ぜひぜひですね、こちらは投票券持ってるけどまだ投票してないやって方はぜひお近くのショップでこう投函箱の方に、ね、はい、入れていただければと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、さあ続きましてはこちらでございます。はい、はい、というわけで BCF2015 現在、開催中でございます、今週末7月19日は博多大会開催されます、博多のゲストは石井マークさんと猪木純也さんでございます、はい、初回のね仙台大学のお二人だったんですが、うん、今回の博多でちょっとね特別なイベントもございましてですね、石井さんは新藤クロノのクランリーダーに、クランリーダーファイトに挑戦というコーナーで、うんうん、そしてですね猪木さんにはタイトルブースター刀剣乱舞オンラインの発売記念ヒーローズファイトというものを行っていただきます、はい、ということです。さあ猪木さん、意気込みいかがですか？そうですね、僕博多に行くの実は初めてなのですごい楽しみですね。楽しみですね、はい、どんな方々とお会いできて、あとヒーローズファイトやったことが実はなくて、あ、そうなんですか。これもちょっと結構ドキドキなんですけど、はい、でも皆さんで楽しめたらなと思ってますので、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、うん、サボさんもね。そうですね、やっぱり大会は楽しい思い出しか僕ないので、はい、本当にいいお客さんばかりなので、うん、本当に楽しんでいただけたらなと思います、ね。はい、そう、ステージ前ね、うん、かなりあったかいんですよ。なのでね、あと例えば、うん、まあ、このねあの番組見てまだバンガードやってないよっていう方もね、ぜひぜひあのステージ前とか本当にね、あのバンガード分からなくても楽しめるようにできてますので、うん、あのぜひねお越しいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあぜひねお近くにお住まいの方は4月19日にお会いし、博多でお会いしましょうということでよろしくお願いします、はい、さあそして今週末の、まあ、ごめんなさい、今週末って言っちゃった、来週末、毎週末のお楽しみですね最後のコーナーでございます。こちらどうぞ、じゃん。はい、第37話、ドッグトレーナーということで、放送させていただきました。そしてね、あのこちらの番組のスタート前にも配信させていただきましたというところでございます。皆さんね、アニメいかがでしたか？はい、というわけでこちらね、再登場した、カラソモリユンヤ君、これ15話でね、シオン君を教えるというこれを、ね、おきながらですね、実はユンヤ君自身はちゃっかり、フェンシングの強化選手になっていたんだが、あ、本当そうなの？バンガロー君すげえな、知らないんだけど、バンガロー君めっちゃ情報通だな。はい、逆境にも負けてね、正しい力を見つけたシオン君、とってもかっこよかったですねというところです、ちなみにセフィリは終了という意味とのことです。面白いだね、そうなんですね、はい、そして新エンディングも、はい、注目でしたね。あ、こちらあの非常に水彩画チックな綺麗で可愛らしい感じの、はい、良いエンディングでしたね。あの大変僕もいいなと思いながら見てましたというところでございます、うん、皆さんどうだったかな。多分ね綺麗だったよって感じだと思うんですけども、うん、ありがとうございます。綺麗だね、はい、なさってますね、うん、はい、さあではどうですか。そうですね、結構このゆうやがひどくてでこう電撃ビリビリ、大仁田敦司張りの電撃作戦で攻めてきたので、いやもうこいつって感じでしたけど、でも東雲さんにゆうや無視されてたんで、まあでもちょっとかわいそうだなって部分もありつつ、まあでもね、構成してくれたらいいなと思いつつ僕はファイトしてましたね。なんか他人事じゃないんですけど、プリズンして炎でバンバン燃やしてたんで、結構その辺もこじらせちゃってる。こじらせちゃってるって何ですか？まあ、こじらせてたんだと思います。はい、はい、ちょっとね、あのどっかで聞いたようなお話に近くなってまいりましたか、というところで、はい、どうぞ、そういうことでございますね。どうもありがとうございます。ということで、大阪なんとも言うてるのが面白かったですね。はい、ありがとうございます。さあ、ぜひね、皆さんね、アニメ最新話見ていただければと思います。はい、来週は、神崎支部長も登場しますということです。さあ、ではですね、最後に、8月の28日発売の東人攻撃からもですね、カードを紹介いたします。こちら、じゃん。
さあこちら同人攻撃よりメイデンオブランブリングローズということで、こちらリバイバルレギオンですね。はい、ニューネクタールの新しい、カードでございます。拍手。レギオン、レギオン、レギオンでございますよ。さあというわけで、詳しくはですね、まあ、書いてある通りなんでちょっと、こちら公式ホームページの方も、ご覧いただきたいと思うんですが、トレイングローズをここで持ってくる、これですね、こちら5段のカードなんですけど、皆さん持ってますか、覚えてますかというところでね、ぜひね、あの今のうちに、うん、あの手に入れていただいてほしいんですけれども、というところで、これね、あのグレードさんのカードをこう持ってくる能力があるんですけれども、うん、これね、つまり持ってくるとですね、レギオンしたりとかですね、うん、もうあの次のターンにストライドできたりとかもするんで、非常にね、今ね、グレードさんの高手札に持ってくる能力って強いんですよね、うんうん、はい、なのでぜひぜひ注目のカードなので、チェックしてみてください。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、そしてこれに合わせてもう1枚どうぞ。さあ、ホーリーホックナイトということで、非常に相性のいいカードを、さらに登場いたします。こちらですね、バンガードにいるユニットと同盟のリアガード1枚につき、このユニットパワープラス2000ということなので、さっきですね、ほら、能力でこうバンガードと同じカードを持ってこれるっていうカードがあったじゃないですか。うん、なので、それをですね、こうバリ出すとですね、いきなりホーリーホックナイトがプラス2000される。おぉ、なるほど。さらにもう1枚、さらにパワープラスされるみたいなね、うん、はい、感じになりますので、ぜひぜひね、合わせて使っていただければ、うん、これで、ね、アタックした時じゃないんで、ブーストした時にこれパワー乗るんで、はい、9000のブーストとか1万1000のブーストとかね、強いな、ポンと言えるカードなので、ぜひぜひ使ってあげていただければと思います。これグッド能力なんで、本当にうまくね、皆さん使っていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで、今週はレオネクタールからの紹介でございました。というところで情報は以上となります。ありがとうございました、はい、さあそれでは最後はですね、冒頭でご案内させていただきました、はい、視聴者プレゼントのコーナーです。拍手。本日はですね、タイトルブースター刀剣乱舞オンライン、いざ出演スペシャルということで、はい、お二人で入っていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。そして本当にこの動画の、ね、公開も発表されました。もう少しですね、はい、時間でというところでございますけれども、うん、さあめでたいのでこちらでございます。おじゃん。おさあ、タイトルブースター刀剣乱舞オンラインを1ボックス3名様にご視聴される、方にですね、抽選で、プレゼントさせていただきたいと思います。拍手。おやったね。さあ、この後ですね、すぐ、今すぐですね、番組、感想アンケート来ます、こちらですね、ポチッとしてくださった中の方からもうその場で抽選しちゃいます、うん、そこでもうすぐに、当選の方出しちゃいますので、今ですね、もうあポチッとする準備しようみたいな感じで、ぜひね、まあ、いただければと思います。もしかしたらちょっとね、今画面切り替えてる人とかもいるかもしれない、ちょっとだけ待ちましょうかというところで、はい、皆さんが画面切り替えてる間にちょっとお二人に今日の感想をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは浜さんからいただいてもいいよろしいですか。そうか、すごいやっぱり楽しかったですよね。やっぱり自分の演じたキャラクターでファイトできるっていうのが一番来るんですけど、うん、それじゃなくても刀剣乱舞っていうゲームとヴァンガードっていうカードゲームがコラボっていう、本当に僕はずっと嘘だと思ってたので、うんうん、やっぱり何度も何度も言いますけど、だから改めて今日えのきさんとファイトできてすごい楽しかったです、うん、いや楽しいだけじゃなくてカード自体もやっぱりすごい強いですし、やっぱりすごい、うんうん、カードが魅力的だとやっぱりファイトするのも楽しいですしね、皆さんにも日々楽しんでいただけたらなっていうふうに思いました、うん、はい、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました、はい、さあそれではえのきさん、じゃあ改めてよろしくお願いいたします。そうですね、僕ヴァンガードと刀剣乱舞どっちも出てるっていうことで今日呼んでもらったんですけど、実は刀剣乱舞の方が先に、ちょっと待ってください、ごめんなさい、ちょっとアンケートちょっと待ってね、この後出るからちょっと待ってね、アンケートどこってコメントが来ちゃったから、ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっと今アンケートするからちょっと待って、ちょっと待って、はい、今準備してるからちょっと待ってね、まだじゃない、はい、ありがとう、まだまだだからね、そうそうそう、はい、お願いします。刀剣乱舞の方が実は先に出演が決まってて、その後に偶然ヴァンガードの出演が決まったっていう、なんか運命的な出会いっていうか、うん、結構それがあって、でそれで今日があるからなんかすごい嬉しいっていうか、こうやって浜さんともあのファイトできて、うん、すごいあのヴァンガードのさがまたなんか再確認できたし、これこのファイトを見てまた皆さんもなんかヴァンガードって楽しいものなんだなってちょっとなんか思ってもらえたらすごい嬉しいなと思います。本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本当にね、お二人とも熱いファイトありがとうございました、はい、あ、さあそれでは早速皆さんお待ちかねのアンケートいきたいと思います。せーの、じゃんじゃん、じゃん。さあこちらを、クリックした方の中から抽選となりますが、5番は抽選から外れるのかな。さあ ね, ね、さあまあこれはね、さあどうなるかな。さてぜひね楽しんでいただけ
我々はすごい嬉しい限りです。そうですね、はい、別に泣かないし大丈夫です、泣かない僕の謎の子のみんな分かってるよね感ありがとうございます。さてさて、はい、大丈夫ですかね。そうです、皆さん選びましたか、選びましたか、 OK ですね。5秒前、4、3、2、1、どうぞ。さあ、終了しました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。この方 90.1、 どうもありがとうございます。ありがとうございます。本当ありがとうございますね、皆さんね。本当にね、いつもね見てくださった方も多くて本当ね嬉しい限りなんですよ、うん、皆さん本当アンケートの方もありがとうございました。どうもね引き続きよろしくお願い申し上げます。さあ、それでは当選が出ますね、出ますね。さあ行きましょう。では皆さんご注目どうぞ。さあ、まずはじゃじゃーん、おめでとうございます。そのままいとったさん、そのままいとったさん、拍手、千葉県、おめでとうございます。千葉県からお越しのって書いてありますね。はい、そしてお、カズさん、カズさんかな。はい、というわけでアリーナ468おめでとうございます。千葉県からお越しのってありがとうございますね。そして最後、麻生さん、麻生さん、はい、麻生さん、おめでとうございます。静岡県麻生さん、おめでとうございます。ということで、はい、では、この3名様には、こちらのボックスの方プレゼントさせていただきますので、どうぞ引き続きよろしくお願いします。さあ、それでは来週の火曜日からもですね、20時半からテレビアニメカードファイトヴァンガード G の配信、そして21時からは週刊漫画情報局、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、この番組いつもの挨拶で締めていきたいと思います。締めの挨拶、じゃあ浜さん、せっかくなので土佐弁で解説をお願いできればと思います。はい、土佐弁、はい、じゃあ土佐弁でやらせていただきます、はい、うん、ほんならね、みんな、わしが、うん、皆さん、ライト・ザ・ヴァンガードって書き込むんやけど、合言葉はって言ったら書き込んでね、いいですか合言葉はライト・ザ・ヴァンガードです。はい、合言葉は、はい、ライト・ザ・ヴァンガード、分かったかい、はい、ありがとうございます。でも分かりやすいね。これ大丈夫かな、多分ね、大丈夫だよね、多分分かったよね、分かったよね、大丈夫だよね。ライト・ザ・ヴァンガードって書き込むかね、大丈夫だっけ。はい、ありがとうございます。じゃあライト・ザ・ヴァンガードでいきたいと思います。どうもよろしくお願いします。では、じゃあお二人で相方側からライト・ザ・ヴァンガードいきたいと思います。じゃあ皆さんいきますよ、ね、はい、皆さんいきますよ、言葉は、はい、お願いします。わかんないけど、じゃあ危ない危ない、皆さん2人で、2人で、皆さん2人で、さらっと確認にしちゃいました。2人で、2人で、じゃあ浜さんに皆さんいきますよって言ってもらって、相方は2人でいきましょうか。そうしましょう、お願いします。みんな、いきますよ。あい、は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 い、皆さん、いきますよ。合言葉は、ライドだ、ヴァンガードー。